女優の松井玲奈が書き下ろしたデビュー短編小説集カモフラージュ。食をキーワードに恋愛からホラーまで多彩なジャンルで6つの物語を紡いだ。作品ごとに文体や表現方法が違う意欲作を世に送り出した松井の発想の源はどこにあるのだろうか。 SKE48 としてアイドル活動を行った後、役者の道に進んだ松井。女優として等身大の女性から非常に個性的な役柄まで積極的に演じ、役柄の幅を広げている。一方で読書好きを公言しており、書評を書いたり執筆業にも意欲的に取り組んできた。そんな中、松井はマネージャーからファンクラブの解放誌にショートストーリーを書いてみないかという提案を受けた。その作品が編集者の目に留まり、本格的に小説執筆の話が舞い込む。最初は本当に書けるのかという不安もあり躊躇したというが、とにかくやってみるをモットーに挑んだ。最初の目標はしっかりと結末まで書き上げること。試行錯誤しながらも、拭っても拭ってもという失恋と再生の物語を書き上げた。この作品が小説スバルに掲載された。いっぱい投稿してやっとという世界。私は今までやってきたことや自分の持っている名前みたいなことがあったから掲載してもらえたと客観的な視点は持っていたという。それでも厳しいプロの目線で載せられるという判断が下されたのも事実だ。拭っても拭ってもをはじめ6編の短編小説はテイストも表現方法も違い、どの主人公も松井玲奈という書き手を想像させない。自身も私小説ではないと語る。だからこそどんな言葉を紡いでも、やや官能的な描写をしても恥ずかしさはない。一方で芝居の方が圧倒的に恥ずかしいというのだ。素人考えでは自分とは別の人間になる女優業の方が恥ずかしさはないように感じられるが、松井は別の人を演じるのですが、感情の発端は私自身なんです。全部まではいかないまでも自分というものが軸にある。以前演出家の人に芝居が一番恥ずかしいものだと言われたことがあるのですが、確かにそうだなと思っていますと照れくさそうに語っていた。完熟では幼少期の経験から女性が桃を食べる姿に興奮を覚える男性を描いた物語が展開する。その描写は非常に生めかしく、やや官能的でもある。基本的に日常の生活の中で面白そうとか違和感を感じたものから発想して物語を作っていきます。完熟に関しては、自分自身が感じる男性の象徴って何だろうと考えた時、少年時代に経験した大人の女性との出会いなのかなと感じたんです。その発想にたどり着いたのは少年漫画なんですけれどね。兄がいた松井は、子供の頃から、週刊少年ジャンプなどの少年漫画をよく読んでいたという。その時、男の子は漫画に出てくる少し年上のヒロインの女性に憧れ、ドキドキするものなんだろうという感覚を得た。男性の潜在意識の中にある、そういった感覚をかけたら面白いなと思ったところから、始まった話です。小説を書くようになってから、人とコミュニケーションを取ることが以前に増して楽しくなったという松井。芝居と執筆との関連性については、あまり交わる感じはしないと言いつつも、脚本を読むとき、書いている人のこだわりなどを意識するようになりました。私も文章を書いていて、微妙なニュアンスにこだわった部分などもあり、言葉にはすごく敏感になったと思いますと変化を述べていた。
小説家としての第一歩を踏み出した。作家という言葉にはまだまだこれから作品を書き続けていくことで自信になっていくと思うと謙遜していたが、ゼロから一にする作業でエネルギーも体力も精神力も使うと生みの苦しみも経験した。その上でこれからも面白いものを表現できるように書き続けていきたいと語った松井の言葉には大きな決意が感じられた。